はい、俺です。こんばんは。ごきげんよう。寝起きなんすよね。ごめんなさい。今日は争奪編っつうのがあって、第2シーズン始まったんですよね。信長の野望、波動が。で、みんなして織田家に入ろうと思ったら、織田家パンパンだったよね、もうすぐね。はい、パンパンでした。そう、ってことでね、第1シーズンは動画作ってなかったんですけども、第2シーズンの方は、まあネタさえあればちょいちょいやっていこうかなってことで、はい、早速ね、自分の方もウサの方も入れたんでね、はい、止めてたガチャを引いていきましょう。ねえ、楽しみ。なんつってもこれが楽しいからね、こういうゲームは、ね、新しい鉄砲が来たんですよね。そうなんだよな。能力もあんまりよく知らないんだけど、とりあえず新しいキャラ何体か来てるってことで、早速ね、無料のやつからいきましょう。はい、まずは名称ガチャ、僕のね、このガチャ運にかけてみましょう。うん、ドノーマルですね。従順なスタート。SR ですよ。そう、でも一発目ここでピチョーンって来てくれたらね、テンション上がるんだけど。誰？ああ、これは絶対シーズン1からいたキャラですね。あ、ほんと？タイムします。でもあと96枚あるんでね。むちゃくちゃある。めっちゃ食べましたね。よし、行きましょう、行きましょう。行きましょう、全部行っちゃおう。バーンと、バーンと行っちゃおう。よし、来た。まあ絶対来るよな、だってこれ。10回に1回は来るもんな。SR、よっしゃ、むちゃくちゃ運良くないですか、これ。よっしゃ、飛ばせ飛ばせ。あ、ちなみにね、シーズン1でも、はい、信長と山形さんだけ来てなくて持ってないんすよ。はい、あ、女子来た。はい、いりませんね、これは。女子、はい、いりませんね、これは。なんでめっちゃ主張してくる。あ、まあ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 、まあ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 だよ、まあまあだよ。お前もかい。かぶるんけこれ。え、なんでかぶるんだった。900来てほしいんだけど、マジで。なんで2体ずつ来んの。いや、ええんやけど、別に4凸以上はな、2個ずついるから、しばらくは、はいはい、あ、よしよしよし、よし、 SSR、 まあ確定やからな。あ、女子、女子で、あ、でも新キャラかもしれませんよ。ガラシャちゃんとかかもしれません。お、ピチョン。あ、 SR か。お前かい。お前、お前、お前さっきも見たな。やばいな、これ時間で買うんの。あんまりね、そんなに課金してないっつうか、あんまりガチャガンガン引くことないから。はいはいはい。知らないんだけど、買うんのか。今結構いろんな人が引いてると思うんですよ。みんなにテロップ見せたい。この春、今回のね、一問はちょっと期待してるから。はい、新キャラ欲しいですね。まずまずまずね、またか。あ、違うんで、惜しんで、惜しんでよ。お前もなんか見たの、さっき。演出だけ惜しんでよ、お前ら、ちょっと。よっしゃー、来たこれ。確定ですね。ここで、もう一回、はい、来ない。そう、渋いなちょっと待ってよ、お前、始まったばっかりだから、ちょっと俺のテンションが。あ、これは見覚えがある、彼女欲しいさんが使ってたやつですね。見覚えがある。例えば彼は大名家どこにしたんでしょうね。はい、まあ、第1シーズンはね、余談ですけど、まあ、僕北条家で遊んでて、はい、まあ、北条家といえば変わり者がいっぱいいたんですよね。ああ、そうですね。そう、みんなどこ行ったんだろうな今回。はい、まあでもこれこんだけ引いてたら交流ポイントもたまるから。ああ、確かに確かに。うん、なに、あっ、知らねえやつだ。誰？せがれ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 ？織田信長来たのかと思っちゃった。なんか信長にした顔優しいなと思って。ちょっとなんか若かった、うん、若い時の信長だと思って。そんなあったと思って、若い信長みたいな。若い信長来た。あ、鉄砲だよこの人。本当だ。信忠、これが対象通敵一部隊に VU200% の攻撃、自身一部隊の攻撃速度を 15% 上昇。はい、おー、通常攻撃力を 3% 累加？なんだこれ。重ねて重複するってことですじゃないですかね。へえ。自身と一文字を含む味方に部隊の攻撃を 20% 上げて、鉄砲陛下で発動した場合、この戦法効果は敵部隊の武勇知略を 20% 下げた状態で扱う。ほうほうほう。へえ。なんか、まあ、鉄砲タイヤからな。当たりじゃないですか。当たりなんかな。でも800か。まあ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 、
へえ、そっか、なんか息子か、うん、か分かんないけど、若い時の信長、うん、え、違うよ、これ信長ベリーレアやで、これは顔めっちゃ信長っぽいけどなるほど、じゃあ続いていきましょう。当たりですね、でも、はい、任せて。んだよ、ちょっと参ります。なんだよ、信長持ってねえんだよ、だから俺。あ、女子来た、メスかよだんだん口悪くなってくんぞ、こんなガラシャちゃんかもしれませんこれ、松だったらどうしてくれんだよ松の圧がすごいもうこの辺もうぽっちゃんぽっちゃんしないから飛ばすし、もほい、誰、松じゃねえかよ、ほんとに。ちょ、待って、別に動画向きに面白いことしなくていいんだよ、別に。三末ですよ、今日、三末。おぉ。今日、三末してる。ちゃんと目指そう、こうなったら松の。やべえな、ちょ、ガチャンいいんだよ、俺、普段。普段いいんだよ、俺。ほんとに。はい、はい。あ、男子来ました。男子 SSR 来ました。もう。ちょっと待って、もうほら、ちょっとだれてきてんじゃん、俺もう。来い。あー、出たー。友達が少ない。友達いない人。エミシがスローわない人なんだよね、これ。まあ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 、まあ。新キャラ来いよ。あ、でもわかんないですよ。新しいキャラクターたちとは友達かもしれない。ああ、まあでも、おやすさんいるもんね、確か。父さんだっけ。はいはい。でも、道山来いや。何やっとんだよ。確かに。これ来た。救急した。900だ。900来た。来いや、おら。あ、でも、いったいった。男ですよ、男。おう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 。こういうな、俺、ザクには厳しいから、ちょっともう。鉄砲の信長来ちゃう？松永でもいい。松永か、道山。そうですね。あー、嬉しいけど。お前かー。嬉しいけど。どうせならシーズン2からのキャラが欲しかったって思うじゃん。それ前回、はい、一問的には一応一番取れてたから、はい、ハギオガチャっつうのがあるんだよ。はい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 、はい、確定ものが。あれ、キラキラじゃない、これも。これもまあ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 、まあ、違うか布。よっしゃ、 2個きた。あ、男子2名来ましたけど。よし、これ岩塩さんやな。ガエさん、帰ってきてください。ごめんね、身内ネタで。くっそー。ちょっと待って、みんなにかっこいいとこ見せたいんだよ、今。今、絶対テロップ見てるから。ん？よっと、新キャラだ！あっ！よく知らないけど、誰か。読めない新キャラ、変な兜の人か。変な兜のやつ来たぞ。V みたいな。しゃあ。ウルトラマンに出てきそうな兜。よしよしよし。まあまあまあ、こいつはこいつでいいや。まあでも新キャラはちょっとテンションが上がりますね。上がるな、ちょっと。はい。ただ、とつってほしいけどな。んだよ。うん。えないこともある。おっちゃんするんだよ。おっちゃんするんだよ、多分。ないこともある。たたるよ。俺の滴り見してやるよ。ああ、取り逃すなよ。ああ、全部。全部拾えよ、俺の滴り。引っ叩きますよ。あ、あ、あ、滴るんやんね、これ。滴るんやんね。もうすぐ、ふーっと垂れてくるよ。うん？うん？これ滴るんやんね。来るよ、なめんなよ。え？な、なに？ほら。え、なに？ほら、来た！すごい！やった、山形さん、いらっしゃいませ、山形さん。今日一嬉しい。よかったですね。こういう高田の騎馬隊作れるよ。シーズン1で本当に出なくてずっと欲しいって言ってたキャラですね。そう、マジで嬉しい。すごい、よかった。よっしゃ、行こう行こう。おっと、SSR。いや、もう、今日これただのガチャ動画やからな、もうほんまに。いやでもあ、女子ですね、女子。まあまあ、今ちょっと心広くなったから大丈夫よ、これ。はいはい。新キャラ来ましたしね。ハギオガチャが一番楽しみやからな。あれさっき新キャラっぽい SR だったな。うん。うん、まあ、スルーで。ああ、まあええけど。まあええけど。ここで松尾が来ないあたり、ちょっとね。そうやな、伸びてきてる、伸びてきてる。伸びてきて。で、ここちょっと6回なんでね。あ、島津豊久ですね。
誰？島津家、あの九州の方の武将ですね。荒々しい感じの一門ですね。まあまあこの辺はな、サクッと、はい、もうこんなやつは変換しちゃいましょうね、はい、よくわかんないやつは。おじいちゃん、でなまあこれもいらんけど一応引いとくか。はいはい、新しい N とか、新しいね、うん、あるんかな。まあ、チャット見ましょう、この辺は。うん、まあ、僕、おなじみの人ですね、じゃあ。おなじみですね。こういうやつはもう、もうね、こいつを除いて全部変換しちゃいました。おなじみの方々でしたね、正解は。そっかそっか、ちょっと待ってよ。この辺の、ちょっと気になるから、ザクっちの全部引いといて、うん、まあ、こいつは一応置いとこう。あげようガチャ行くか。メインだよ、メイン。いいですね、はい。うん、ムカつく顔してますねこいつ。よし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 。で、はい、これが、うん、どっかで買うのか。はい、商店で売ってました。これですね、ハギョ。あ、これか。はい、10回、10回か。10回買うしね。まあね、これ限定ですもんね。48時間だったかな。これ、あ、これじゃないよ。これ屋敷パックだ。まあいっか。いっちゃいっちゃえ。ちょっと今いいですか？うん。もう一回画面戻ってもらっていいですか？うん。金メダルついてるんですけど。やったぜ。イズワンではついたことのないメダルが。急に金メダルついてるの。びっくりしちゃった。うん、これちょっとどうややな。このサーバーのトップ10に入りましたね。やったぜ。なんで？なんで？どういうこと？ちょっと見てみていい？なんでなんで？引きまくってて、もしかしたら映ってないで。でも、あ、そうか。あ、でも10位ですよ。なんかわかんないけど、やったー。よくわかんないけど、肛門線縛りさんに勝った。あ、何の持ってる。うちの、もしかして一問で1位なんじゃないですか。ってことはこれ来た子で審議で1位来ましたよ。よしよし、そうそう。ちなみに今回からね、審議っていうね、はい、ちょっと男臭い名前の一問に変わりましたが、はい、そんなことはほっといて、とりあえず今はガチャが優先です。はい、ガチャガチャガチャ。しゃこい、絶対やろこれ。新しいキャラやろ。はい。うん。光って。いや、だからこっから俺滴るから我慢してるから我慢がこぼれるんだよ。ああ、滴る我慢だよ俺の。最後の最後に SSR でしたね。だよな、見せ場を作ってくれてるよこれは。待つ、え、待つ。今黒かった。うんうん、ま、ピチャンってした。ボーナス待つだよあれは。じゃあ4待つ来てんだけど、多すぎたね。よしよし、新キャラ新キャラ。またお前か。 あ、でもとっつったからいいんじゃないですか。どうやけど新キャラこいつ、こいつか。織田信長の若い頃ね。え、ちょっと待つ、突入すぎじゃない、怖いんだけど。ちょっと待って、え、あれこれまだ弾けるやんな。次が無料じゃないやつ、これか。はいはい、あと限定の方にもあるかもしれない。限定、もしかしたら下、そっち、あ、これ名称か。はい、5時間限定のね。あー、今日行くしかねえよ、もう最大40個。え、40買うの。いや、それはちょっと。大丈夫、びっくりしちゃった。いや、大して変わってないでしょ、コンデル。マジ。だって、ドーさん欲しいもん、松永と。わかりました、わかりました。お待ちしてました。今日、新キャラで A の、A の、まあ、わからんけど、弾けてないんやで、ちょっと。え、山形さん来てる、めちゃくちゃ喜んで。そんなシーズン1で持ってる人、山のようにいるよ。1個しか出ねえしよ。おお、ちょっとキョンボリスタートになるよこれ。900のやつ出てほしい、マジで。ドキドキ。誰誰、え、誰誰、細川さん。まあでも鉄砲キャラなんかな、新キャラってこと。あ、そうやけど、誰だよ、うん、俺からしたらこいつ誰だよ。なんか鼻に傷あるし、対象含む敵2部隊に武勇200の攻撃と、さらに同様で自身と一門衆含む3部隊の通常攻撃力を 2% 類化して、うん、鉄砲隊で発売。これ一色は先と、うん、誰だよおめえ。ちょっとおめえ、細川さん、おめえの細川家か。小田家臣、小田家臣ですよ。あ、この人の息子なんじゃない、今の人の。え、何、今回せがれだらけなの。
あ、明智光秀の娘さんと結婚したんですが、本能寺の後に、うん、豊神家ですかね。いや、よくわからんけど、ただ光秀の娘抱いただけやろ、こいつ。ただあいつとやったことあんぜっていう男の一人やろ。え、でもまあちょっとパリピっぽい感じしますよね。次行こう、次行こう。ああ大学3年生ぐらいの感じしますね。俺は納得してねえ、納得してねえぞ、これは。やった自慢じゃねえかよ、ただの。はい、SSR。もうキラキラしてないし、もう。よっしゃ、2回ですよ。よっしゃ、3回。え、すごい !3 回だ。誰誰すごい、これは期待。この春。よっしゃ、誰の息子な、今のは。あ、毛利さんですよ。毛利さんの息子です、多分。いろんな息子が出てくるよ、ここで。はい。ドキドキ。ああ、まあまあ。知ってるわ、この人。まあ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 、まあまあまあ、まあ。そっかそっかそっか。全部がシーズン2じゃないもんね。そうそう、一体が来るっていうね、10回に1回。うんうん、知ってるわ。まあ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 。このおじいちゃんも知ってるわ。まあ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 、まあまあ。やったぜ当たりですよ。悪い人来た。松永さん来ました。松永家のトップの方ですね。やったぜ。これはいいよな。これあたり今テロップ850か、こいつ。あ、下克上な。下克上。まあ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 、まあ、待って、下克上の人みんな顔悪いで、ね、今見た時三悪って、地震と一文字を含む味方三部隊の破壊を 2% と大将を含む2部隊破壊200。あ、これいいな。秀吉とダブルでいっちゃおう。はい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 。まあまあ、サクッとサクッと。これは嬉しいな、ちょっと。ねえ、これ当たりですね。ちょっと組み方わかんねえからな。あとあとまたデッキ作ったとして。よっしゃ、ちょっと待て。900来ねえな、マジで。ラストですね。頼むよ。よっしゃ、来た、確定だ。キラキラだ。誰？いや、もうそれはもう、動産しかないよ。信長？動産地で。鉄砲信長もありますよ。あ、鉄砲、あ、そっか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 。うん、新しい。なんでそっちに注目しないんだろう、俺。違う、誰お前。誰？依頼人か？鈴木さん。鈴木さん来たー。絶対鉄砲。鈴木さんも900なんや。あ、鈴木重秀さん。あ、演者嬉しいな。現代っぽい名前ですね、割と。秀吉と組ませれる？あの人か、なんちゃら孫一の人とのチームの人ね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。自身で一文字を含む味方3部隊の戦法威力を 3%、 大将を含む2部隊に武勇 300%、 自身と一文字を含む、ああこれいいな、硬くなるのな。うんうん、えどうさんでね。ちょっとじゃあ、はい、これをとりあえずまあ引いちゃおう。うん、6回な。6回だから出ねえ確率あるんだよな。出ねえ確率あるな、これ。茶いいな、茶色いな。まあもう最悪だよ、これポンと。お、出た、なんか。びっくりした。ハチスカコロクいるんだけど。もうコロクもたまりすぎだよ。ちょっと待て、いやちょっと待てよ。何回目なんだよ。ヨガちゃな。行っちゃおう。あら。行っちゃうしかない、これはもう。なんだかんだ結局。もう。来いよ。よっしゃ、あ、900来ましたね。戦いがあったぜ。どうしよう、もう一回松永さんだったら。あ、女子いる。いやいや、そこで使ってほしくはない。男がいい。女子誰？松じゃね。また見てみる。ねえねえです。もう似たようなもんだよ。ここら辺もう類似キャラだよ、類似キャラ。ねえねえ来ました。嫁だろ、あいつ。ねえちゃん、はい、秀吉かなんかの、はい、毛利た、頼むよ、この900でみんなにいいなって思わせてテロップ出して。さあ誰でしょう。
え明智光秀やったあすごいちょっと嬉しいけど、どうさん出ねえ鉄砲キャラですね、やっぱ大将とする敵一部隊の強化効果をすべて打ち消して大将を含む敵3部隊に知略 250% で攻撃速度 20% 低下さらに混乱これは当たりですね。なあ当たりなんだろうけど、はい、多分なこの辺にそっか斎藤お父さん欲しかったんだけどな鉄砲隊でも作れそうだな俺なんとかねえ結構当たりましたね鉄砲系のなんか良さげなキャラうんなねねも出てくれたし、うん、ねねちゃんもね出ておきますねかまあでもあくそ当たりじゃないですかなかなかうん今めっちゃフォロー入れてきてくれようけどはいそうっすねじゃああの辺はねまた地道に貯めたやつで狙っていきましょうってことでね斎藤お父さん出なかった、はい、くそ悔しいお疲れ様です最後までご視聴ありがとうございました。あれあれまだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。